はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、アールです。カタリーナです。やれるうちにやります。対戦相手がダウンロードキャラクターアーマーキングです。全然知らないです。鉄拳タッグ2以来のアーマーキングですね。かっこいいですよね。こうかっこいいね昔ね、あのアーマーキング使わないんですかって、そのタッグ2やってた時にね、いじられたんですけど、やっぱみんな使うからさ、おまけに今は7のアーマーキングが どうなの、あのもう風神剣は打たないのかな。このシャドウなんだっけ、シャドウなんとかとかブラックなんとかとか、技名もねすげえかっこいいんだけど、結局やっぱ人気がさあるからさ、あんまりねちょっとなってなっちゃうんですよね。あのかっこいいのはわかるんだけどさ、見ててね、もうああかっこいいなってわかる。キング寄りだけどね、打撃もいいしね。ただちょっとカタリーナを使うときに、こうなんかね、カタリーナ使うとね、こういうよくわかんないキャラクターと当たっちゃうんですよね。困るんですよね。まあ別にリーダー当たっても嫌なんですけど、全然知らないキャラなんでね、ダウンロードで買ってないんで、キャラクターを全然動かしもしないしね、有利とかフリーフレーム、あの最低限の有利フリーもよくわからないんで、タックス準拠でなんか適当にちょっとやっていくだけなんですけど、結局まあ、ね、なんかあったら投げ主体になって吹き飛ばされる系プレイヤーなので、投げなんとかしないといけないですね。投げさえなんとかなればね、もうちょっとこれね、これ多分ジャイアントスイングと一緒、なんか調べるとね、ジャイアントスイングと一緒で左パンチで抜けられるみたいなんですけどね、押しても動かねえんだよ。だいたいあのやってる当時分かんなくて、右か左か適当に押してたんですけど、1回ぐらいな、左ボタンを押していた、左パンチボタンを押していた気がするんだけど。でこのカタリーナのね新技、突き上げ回転蹴りでスクリューに行く、これがまたちょっとえげつない技。カタリーナもねシーズン3になって、ちょっとえげつなくなったような、そうでもないようななんですよね。もともとね蹴りの、ね、キャラクターだったんですけど、ちょっとその蹴りの部分がね大幅に弱体化されたような、なんかそうでもないようなんだかよくわかんないんですよね。結果的に弱くしてるんだけど、結局それやったらあんまり変わらないんじゃないのっていう場面が結構多いんですよね。こういうね蹴り連携とか、まあ、一発止めとかで結構あの確定反撃、ね、ジャブとかちょっと軽い反撃がね出るようになっちゃったんですけど、ここもうねこれが嫌だから、ちゃんとあの体力の管理したいんですよね。演出長いんだよ、別にいいじゃんって思うかもしれないじゃん、これ永遠とやられてみ、結構苦痛なんですよ。もう負けがね分かってるので、お前そこでその技打たなくてもいいじゃんっていう、そうだね、コンボ中とかね、コンボ中にやられると、あの本当に大パン、さすがの R もね大パンしたくなっちゃいますね。おうちの明けコンパンチしたくなっちゃいますね。でカタリーナの通常のあの右キックでやめちゃうと、普通のキャラクターって反撃ってないんですけど、このキャラクターね反撃つくようになっちゃったんで、とにかく連携からあのガチャガチャ動いていかないと危ないよって、今のだけでも多分反撃食らうんじゃないかな。ワンツーパンチとかね、ワンツーパンチだってねバカになりませんからね。そして全く抜けられないで、受け身も取れない。あのさ、この別にゲームに限ったことじゃないと思うんですけど、オンラインってこんなに回線悪いんですか。ちょっと本当に動かないんですけど、別に R がさ無料プロダクトコード使ってるからじゃないですよね。お試しの金払ってさ、こんなに動き悪いんだったらちょっとなって思っちゃうんだけど、それとも相手とかうちの、ね、回線がゴミなんですかね。その可能性はねあるんで、あまり悪く言えないんですけど何回投げられてんだけど、何回でも投げられるからね。そして何回レイジャーズ食らってんだよ。何回でも食らいます。レイジャーズ食らうからレイジ状態にしたくないっていうのをね徹底してるんですけど、カタリーナって結構
ダメージがね、単発でも大きいのがあるんで、ダメージ調整がちょっと難しかったりするんですよね。お気に入りのね、コンボ、最大ダメージコンボだったんですけど、今まで新技のね、スクリュー技が出てきてしまって、なんかお蔵入りになっちゃったんですよね。こんな技使わなくても、もうこのルートだけやっていればでかいダメージ入るっていうコンボはやっぱりリーよりやりやすいしね。結局リー基準になるんだけど、リーよりもコンボを入れやすくて、リーよりもダメージが入る、ほんと頭にくるんだよね。でキャラクターね、そのリー以外のキャラクターに頭がくるっていうわけじゃなくて、なんだろうな、なんでリーの技あんなにダメージ入んねんだよって、ちょっとほんと涙がね出てくるんですよね。もともとさ、リーってさ、まあダメージはそんなでもなかったし、確定反撃とあと運び能力ね、リアクロスパンチとかストレート、ストレートじゃないな、ワンツーミストステップ、ミストステップがね、特徴的なね、運びのキャラクターだったんですけど、その運び能力でさえ今ね、誰も彼も運べますからね。ドラグノフなんてね、シーズン3になってなんかアホみたいに運んでるでしょ、あれあれ修正されねえのかって思いましたからね。ふざけんなよって。あんなにね、運んだ、ダメージ見てないんだけどさ、あんなに運んじゃったらさ、運びキャラのもうそのね、存在意義がさ、どんどんなくなっちゃうんですよね。かわいそうになってきちゃってさ。他にもレオとかシャヒーンとかもそうだよね。カタリーナもそうだし、全然運べるんですよね。ちょっとリー大丈夫かなって、本当に気の毒でしょうがないんだよね。使ってるとさ、なんか本当に長所がないというか、小さくなんかまとめられちゃってるなっていう。小さくまとまってるのか、他のキャラクターがちょっとトゲがありすぎるのかわかんないですけど、でまあまた全然ね、対人戦でカタリーナってほとんど使わないんで、ちょっと動きもよくわかんない上に、またねよくわかんないキャラクターなんですよ。エリーザもね、あんま得意じゃないし、そもそも なんだかよくわかんないしっていうキャラクターなんで、結構ね、新技、カタリーナの新技が空振っても結構隙が少ないので、なんかそのフレーム消費じゃないけど、相手のね反撃を誘えるかなという、空振ったけどこっちもそれなりに同等のスピードで動けそうな感じなので、タイミングだとちょっとそういうのも狙っていければ面白いんじゃないですかね。通常ね、やっぱ上手な人ってそういう動きは絶対しないんで、もっと効率的というかね、セットプレイじゃないけど、まあこれもセットプレイじゃセットプレイだよね。不必要な、まあ、もっと確率とか効率のいいやつがあるんでやらないんだろうけど、まあ、こういう変な動きした方が面白いかな。面白いのは、プレイヤー当人だけかもしれない。そうこれプラバーキック、膝蹴りが攪拌なくなったんで、これねやったぜって、もう膝蹴り入れ放題みたいなところなんですけど、ちょっと嬉しいですよね。で当たればね、壁バウンドで戻ってくるし、なかなか量調整、そこのところは良かったんじゃないですかね。ちょっと相手のね、エリザの人もなんだかよく分かってないような感じなので、お互いよく分かんないっていうね、動きがまだちょっと鈍い感じですよね。昇竜とかもさ、そうこのエリザはね、ゴーキとかギース様と一緒で 2D ライクなキャラクターなんですね。コマンド入力とかもそう、ちょっと独特というか、ストリートファイター系、昇竜コマンドだから6623、ここでね昇竜とか、まあ、波動拳とかね、烈風拳が打てるんだけど、ね、次回作とかもしね鉄拳出るんだったら、今度エリザはね普通の鉄拳風のキャラクターに
戻して欲しいですね。そういうキャラクターだったらね、R 使いたかったんですよ。あの好みなんで、キャラクターの中、鉄拳のね女性キャラの中では結構好きなんですよね、このエリザっていうのが。なんで好きなのかよくわかんないですけど、一番可愛いかなと思うんだけど、まあそんなことはどうでもいいとして、ちょっとねまだやることが定まってない感じがしますよね。結局結構カタリーナは、でも何でもできるんだよな、カタリーナってね。このライトゥーも強いし、あのカウンターのね膝蹴りとかも強いし、運べるし、壁バウンドできるし、ね、壁バウンドもなかなか当たり判定の塊みたいな感じで突っ込んでいけるし、下段もねあるし、重苦しいね下段もあるし、そうね。いやでもやっぱ蹴りがねちょっと弱体化されちゃったんで大丈夫かなっていう。本当に上手な人と当たると多分ちょこ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 削られて、攻め手に攻めていけないかもしれないね。これちょっとライトゥーがね多すぎなんだよね。何やっていいかよくわかんない。でもね、リー基準だとリーのライトゥーね、膝蹴なんかよりはよっぽど強いんで、よっぽどね頼りになるんですよね。ああそうそう、レイジドライブも強いしね。今当たったからよかったけど、ガードされても有利取れるし、そのままねその無理やりちょっと中段下段とか迫れるし、最後の一撃とかでできないからな。そういうこともできないし、なんだったらその単発のダメージもね、あの強いしね、あれ当たると優遇されてるよな。であんまりね、ある好きじゃないけど、バルコニーブレイク、あの床破壊できるんで、その後あの攻めもね万が一継続もできるし、おかしいなって、こんな格差がねちょっとありすぎる気なんですよね。ちょっとステージ見づれな、このステージなんか暗いのにマグマの明かりでなんか若干見づらくないですか。もうちょっとなんか見やすいステージとかがいいですよね。ステージのギミックとかがねあるんでしょうがないのかもしれないけど、できればさストリートファイターとかキングオブファイターズみたいに、あーでも 2D だから無理なのかな。なんか画面のさ処理とかがなさそうな、軽そうなさ場所の方が良くないですか。同じ演出でもさ見やすさとかね、まあ処理落ち多分してないと思うけど、ステージのせいで処理落ちとかね、ちょっと頭おかしいんで、そんなことだったらあのね回線も良くないのに、その辺でねゲームを著しく、ちょっと台風うるせえな、サイクルシルバーサイクルもそれうるさいんですよね。やっぱ鉄拳って結構重いのか、動画もねなかなかアップロードできないので、ちょっと短めにねやっているんですけど、スタッツ、あそうそうスタッツね、これ各キャラクターごとじゃなくてプレイヤーで更新されてるので、なんか積極性とかね防御とかなんかもう A とか B とかになってましたね。なんだった積極性と勝負強さと、なんだったかな、防御性能だったかな。果たして積極性ありますかね。まあちょっと、まあ、ゲーム側の判断にお任せします。積極性はあるとは思えないし、防御性能も高いとは思わないんですよね。別にしゃがんでないだけなんで、しゃがんでないというかもうそう、なんとなくしゃがんでるだけですかね。しゃがんで中段でねやっぱ浮かされる方がストレスなんで、だったらまあ下段我慢して食らっちゃった方が
いいかなと思うんだけどな。そうするとね、相手もね味しめてもう死ぬまで下段振ってきたりするからな。難しいよねそれだって。ジュンはさ、いいよね。あの相手しててさ、やっぱ面白いですよね。なんか変な動きしないからですかね。特殊な動きとかをあんまりしないからなのか、すごい相手してて、あ、格ゲーやってるなって感じますよね。なぜか昔からなんだけど、動きがかっこいいからかもしれないですよね。ちょっとこの人はお洋服がちょっと派手で若干見づらいんだけど、今回はちょっとねハイキックがいい感じで噛み合っちゃう相手の方が多かったんで良かったですね当たらない時はね全く当たらないけど、てかカタリーナのねハイキックはよく当たる気がするんだよね。リーに比べると振ってないのかな。カタリーナのハイキックに比べてリーのハイキックをあんまり振ってないんですかね。例えば試合中10発でカタリーナがハイキックしてるけど、実はリーは6回とか7回ぐらいしかやってない可能性もあるか。カタリーナの方がねどっちかって言ったらキック主体ですからね。自分のやり方としてもあんまり良くないと思うんですけどね。実際蹴りばっかりに頼っててもそんなに強いわけじゃないんでね。ちょっとツイッター見るとさ、この鉄拳のそのスタッツ、自分のなんだろう傾向、プレイの傾向とかがその公開になっちゃうのが嫌だなっていう人もいるみたいなんですけど、実際どうなんですかね。コンボダメージとか、なんかそういうその積極性とかさあっても当てにならなくないっていうの見てて、コンボダメージがあるってことは普通に浮かしてくるってことなのかな。別に技術関係ないですからね。あ、でもコンボダメージがあるってことは浮かせる技術があるってことか。でもそれはプレイの傾向とはあんまり関係ない気がするけどね。これ他にもねサイドステップとかそういう項目もあるんですけど、 R はサイドステップ一切しないんでゲージ全く溜まってないんですよね。経験値が D ランクです。これなんか、ね、自分のねプレイヤーの情報とか見るとゲージが伸びていって D から C、B、A に、あ、S かになるみたいなんですけど、一切ゲージがね生まれてなかったのがちょっと笑っちゃいました。まあ、逆に言うと、ね、公開される情報なんで、まあ、ブラフになるのかな、サイドステップとかの情報を、ね、成長させて、全くサイドステップしないのに、サイドステップを思いっきりゲージにやらせるとかもできるかもしれないけど、まあ、そこまでしてやるかっていう話だよね。うん、やっぱパンチ主体なんだよな。実際はねジャブとかステップインアッパーとか、アッパーじゃないですけどね、脇腹あたりをこう差し込んでいく技、ね、軽い技、あれをねどっちかというとちょこちょこ当てていくキャラクターですよね。あとハイキックで物を言わせていく、言わせられればいいんですけどね、こうやっぱ噛み合わないとこっちが痛い思いするだけなんでね。